プレステ4、私は買いません。なんかゲーム出るんでしたっけ、出るんだろうけど、なんか惹かれるゲームがないと買わない。あれ映像に、パンツァーフロントの続編が PS4 で出るんだったら買う。こっち行ける。でも嫌なら喜んで。もっとひどいこと言うだろうからやらせない。もっと卑猥なこととか言うに違いないから。 NG コメントのあの機能も回避して何とか読ませようとするだろうからやらない。3分来てるなこれ。どっちも一緒か。プレステ4はパンツァーフロントのアウスフュールンク聖か聖か、 ABC の詩はアーベイ聖だから聖ですよね。パンツァーフロント C 型が出るなら買う。あ、道の上になんかいる。あのおじさん、あれカラスかな。カモメではないな。レンズカメラ、あれはとっさに取り出して撮るためには全く役に立たなさそうなんで、今のところは特に興味ないです。よっと、あれは取り出してじっくり撮るのが前提の。海、カラスメ、あーよく見える。時期なんですかね、使い捨て映るんですとかが。あ、この先まっすぐ行っても多分、あどうだろう、今この向きだと青森県に突き当たるのかな。あ、こういう時にはあの水平線をぼーっと眺めてる自分とかに酔い始めるんで危険ですよね。水平線をなんだっけ。いやっと、悔しい。あと この浜がですね、まあ、ここは特に砂利が敷いてあるんだろうけど、特に何もしてない砂利、あの海岸でも綺麗な玉砂利みたいになってるんですよね。家から、あこれコンボ芝じゃないですかね多分。12時バカ野郎、すくすいだとずっと思ってた。使い捨て処理を、綺麗ですよね。でもこれも冬になったらシャレならない環境なんでしょうね。ロボちゃんとロボくんとあと何ですか。はあの船の上からあの覗き眼鏡で海底見て、なんか T 字型っぽい引っ掛けるやつで撮りますよね。浜にそうなんですか。まだいけるかなこれ。これまっすぐ行くとダメか、国道に戻った方がいいですね。いやダメだ、川で行き止まりだ。よっと、鉄、ああどうなんでしょうね、食うものに56、もうちょいで50キロですね。もうちょいじゃない。でも50キロ切ったらまたなんかあの一区切り前に進んだ気がする。諦めねえ。あれ様にまでまだ20キロ以上ある。川行けるんですかね。いや騙されんぞ。一応川渡るとき見てみよう。ですね。
タンチョウは本当に配信で見せたかったくらい楽しそうに踊ってました。羽があるっていいですね。ん、写真で見たら、ああ橋なのか導水橋みたいなやつか、わかんないですよまだ。ん、自給率かな、バス停かな、買いだめ翼が。10%、9割出荷ってことですかね。あ、鹿の数が減った。そうなんですか。単調のダンスは全然単調じゃなかったね。なんか互いに向かい合ってふわっと浮き上がってゆっくり舞い降りてみたり、今日峠には行かないです。サイクリストは1人しか会ってないですね、今回の旅行で。いや、さっきも1人、1人というか1台あったから、一応2人ってことになるかな。会って話をしたのは1人。無敵食堂の旗持ってました、フラッグ。あれ川どこ、これか。さて向こうの道を渡れたんだろうか。自転車と、ああ見えない、橋がかかってるかどうか。でも民家あるから橋かかってるのかもしれないですね、本当に。よっと、そう、本当はもっと寒い時期らしいです。今日はとても快適で、今日は昨日までと違って半袖短パンなので、昨日より身軽です。携帯電話はやっぱり100キロ200キロ離れた場所まで車で行って買うんですかね。確かに携帯ショップとかこういう街で見たことない。さまになんか駅があるから結構、いや、あそこそんなに大きくなかったよな。静内あたりはかなり大きな町に見えましたけどね。あ、帯広かなりでかいですね。帯広はオンラインショップでまあ買えるか、買えるのかな。えりも町増え前、まだえりも町出てないんだ。 IT、 光は来てるって言ってましたね。さっきの何旅館さんでしたっけ、旅館名が出てこない。じゃあ燃え旅館でいいや、燃え旅館で。あそこはなんか光が来てて、Wi-Fi もこ使えるって言われてましたね。使えるというか、まあ、公開され館内で使えるように提供してるっていうふうに言われてましたけど。散水館でしたっけ、散水館、三角水だ、いや散水館、そう、田中さんですね。あ、散水角でしたっけ、館じゃなくて、散水は確かにそうだった気がする。三角水、うわっ、いや、帯広は六花亭っていうお菓子メーカーと龍月っていうお菓子メーカーの二大派閥で、どっちに属するかっていうのをもう強制的に、興味ないって言ったら失礼じゃないですか。なんか ISDN か、ISDN って128キロかですかね。確か128キロで、 ISDN は今テレ放題とかあるんだろうか、まだ。確か 1,2 波じゃなかったですか、 ISDN は。 ADSL だったらメガの単位になりますね。でもあれは局からの距離によるか。
エリモンとかはなんか観光地だから来ててもおかしくない気がする。半沢、半沢直樹ってそんなに流行ってるんですか？私の頭の中だと、浦沢直樹でしたっけ、やわらちゃんの人、マスターキートンの人、それとなんか孤独のグルメのウロちゃんが頭の中で混じってしまってるんですけど、半沢、いや否定はしないですけどね。漫画家の浦沢直樹って人とは関係ないんですかね。だって一文字しか違わないですよ。少年肩祭り半沢、なんだろうな、どうなんだろう。20キロは厳しいな。1キロ2キロで結構逃げと言って、どうする、進んでる。半沢の嫁、あ、サスペンスドラマなのか。なんかギャグ的なもんではないのかな、あまり。海に、もう今日は海見放題です。 50%、 本当かよ。本当にそんな 50% とかいう視聴率ありうるんですかね。この先昆布作業中、昨日もなんかトンネル工事と昆布漁を行っていますっていう。サスペンス原作マルデン、海の幸はですね、今回はさっきウニ丼とアワビかホッキだかが、ホッキじゃないよなあれ、アワビなのかな、よっとっと、あ、イメージつきすぎあるでしょうね。2年ぶり、いらっしゃいませ。私は元気です。料理サーチ、いやね、あ、尻の痛みは昨日に比べたらだいぶ収まってるな。何の音、あ、今のトントンは家の工事やってますかね。家の工事っておかしいよな。家の補修みたいなことをやってる風に見えました。あ、カモメ、足を引っ込めてしまってもう逃げる気全然ない。追い風、追い風、バブルのあれ、逃げるにはワンステップ必要だから、よっと、はい、よっと、ちょっと音量下げて、すごいな、あれ電光掲示板がアニメーションになってる。あそこは普通、人の影とかが、あ、ウィリー、だるま屋ウィリー事件、このつく、この太鼓待ちがあると必ずこのネタに入りますよね。どうでしょう野郎は、全くこのどうでしょう野郎、私もどうでしょう野郎なんですけど、やっと、そう、超低ヘビーなんでウィリー楽勝ですよこれ、やっと。どうでしょう祭りっていうのが10月関東で見られるんですかね。高橋君、なまら怖かったよ。髪の毛、ああ割とそうですね、テンパです。あ、東京 MX、 追い風、追い風、昨日の午後と全然違う、気候もいいし、新作が 2.5、
PM2.5 も今最近流行ってない感じですね、言葉として。追い風、今これはもう30キロぐらい出てるな、出てないな、多分感覚としては25キロぐらい出てるんじゃないかな。今ここだったらおそらく出てると思います、速度が。私はこれ25キロだと思うね。またカモメが、どうなん、やっぱどうないか、23って出てないか。まあまあおかしいな、追い風なのに。あ、追い風じゃなくなってきた、ありえない。最高はつけてないです。 GPS でログが取れればいいっていうだけなんで。私はまたカモメが座ってる、向かい風ですね。昨日は向かい風でした、夕方。これは結構いい時間につけるな。いや、口に出したらフラグ、なんかの前振りになるからやめとくか。でも道の駅とかに寄っていく時間ありますね。フラグ立っちゃいかんから。30キロ、いや、楽な範囲です、ここがね。鍛えられなくても一切構わない。あー、おるもの。28? それはちょっとなんか出過ぎですね。前北海道の時は、北流のひまわり見に行こうとする途中で派手なパンクしたんでしたよね。確か一回塞いだと思ったら塞げてなくて、もう一回やってとかやってましたね。おかげでルモイまで輪行して、ルモイの整体師さんのところに泊めてもらったりして、夜はあれ、なんて店連れてってもらったんだっけ、なんかチェーン店なんですけど、なんて店だったっけ、あれ、そうそう、整体師さん。まだコミューでたまに放送されてましたけどね、最近数ヶ月見てないと思う。ワタミだったかな、かもしれない。そこの店長さんと整体師さんが知り合いで、どうとかこうとか。配信はできなかったんですけどね。よっと。ブラックとかホワイトとかテオレとか、今日かなり乾燥してるな、喉が乾きやすい気がする。記憶、思い出深いのは覚えてるんですよね。で、実はあんまりなんかルードをちゃんと覚えてないのが山陰方面、ポイントは覚えてるんだけど、途中どういう風に通ってどういったっていうのは頭の中で繋がってないんですよ。一番強烈に印象に残ってるのはなんだっけ、ほら、鉄橋の上に駅があるあれですよ、あれ、あそこなんて駅だったっけ、おう、あれあれ、あ、マルベ、ありがとうございます。そう、アマルベ駅ですね。アマルベ鉄橋。あそこすごかったな。アマルベ。そう、山陰。いろいろ面白かったんですけど、全体としてつながってないんですよ、頭の中で。局所の、印象しか、記憶しかちゃんと残ってなくて。あ、ツワノも良かったですね。ツワノは、津和野から増田に、あ、そうそう、鉄橋、あそこです。壊れた鉄橋の撤去してる途中なんですけど、まだ鉄骨ありましたよ今日。あ、美人歯医者さんは出雲大社ですね。出雲大社、そうそう、出雲大社に夜、出雲大社の近くの駅に、道の駅に着いて、
で道の駅で野宿して、次の、あ、その夜か、野宿して、いや歯が痛いというかですね、道の駅で歯磨いてたら銀歯取れた奥歯のカランカランって言って、危うくあの排水溝の下に落ちるとこだった。んどこ行った、今何て言ったかな。でそれをなくしてたら旅行続けられなかったかもしれない。でそれ持って朝一で近くの銭なんとか歯科医さんのとこ行って、銭の名前がつく歯科医さんのとこ行って、で美人歯科医さんとか美人助手さんなんですけどね、とかにいろいろやっていただいて、でもう詰め物すぐ詰め直してもらって再出発できました。ジョイさんではないと思うんですけどね、そういろいろやってもらっちゃって。でも本当かな、いろいろオプション。まあ、何したってあの歯医者さんっていうのは顔と顔が近づきますからね。ん、何が、どこ住み、私横浜住み、横浜市緑区住み。風が全く感じられない、追い風立ちました。何が、うん、シュルックダメ、それもなんか嫌なんだけどな。何、うん、横浜の真ん中あたりか。私は横浜駅の周辺とかだったら、あの高架道路がやたら多いイメージなんですよね。いつもあの下自転車で走って向こうに行くから、みなとみらい方面に。横浜の街っていうと具体的にどのあたりになるんだろう。また立派なバス停。だな。リニアモーターカーはどこ通るんでしたっけ。品川駅が確か東京ターミナル駅なのでしたよね。あとは途中どこ通るかってもう決まったんでしたっけ。あとオリンピックに間に合わないってのも聞いた。館内をリニアモーターカーが通るんですかね。横浜駅から船、ん、相模原、ああいうとこ通るんだ。こっちね。モタ男。名古屋。蒲田。あ、間を通るんですか。そう、あの辺りどこ通るかっていうのが結構激戦になってたんでしたっけ。よく知らないけど。その地域が発展するかどうかの左右されるだろうからな、必死になりますよね。でも今考えたら新幹線の駅とか駅ができたところで町が栄えたかっていうとそんなことないですよね。あ、橋本ですか。あ、じゃあ意外と近いな。あ、でも通過するだけだったら関係ないか。そう、ほとんどトンネル、車窓の景色はないんですよね。新幹線の線はリニアモーターでは曲がれないカーブなんで、もう一切使えないんですよね。行ってまた知りたくなってきた。でも第一段階の尻の痛みだから大丈夫。土地リニア、うーん、どうなるんですかね。深いの深いところ、あ、うん、あ、通勤はあるですよね。なんかは、あ、浮く暇が、なるほど。よーい、よいしょと。うん。ん？やっぱりちゃんと音が鳴ってる状態でもこんな方ときついな。出張。おお、びっくりした。
あ、よく見たら所々潮が入ってきてる。今トンネル自体が轟くような音がしたからびっくりした。ドドドドダラーンって音がしたからびっくりした。真ん中あたりちょっとあの波しぶきが入ってきてました。60年、不思議な、そう、映像的に面白いですよね、こういうところ。3倍、速度は3倍じゃないんですよね。3倍あるかな。そうそう、いつか、よう、外ない。とどろく、とどろけ。何や、まあいや、乗ってみたいことも乗ってみたいけど、便利なのかどうかはまた別だな。外道ないですね。いや、飛行機、メロさんはどこに行ってんだろう。あ、メロさんは3連休できたんでしたっけ。結局どこからどこまで走ったのかな。予定、ああ確か飛行機予定立てにくいわ。そうですね、もう完全に決め打ちじゃないとすぐとか、あのとっさにとか乗れないし。おお、結構波あるん。もう村上、え、村上って言ったら新潟県ですよね。どこだ。やだ、新潟の村上ですか。ああ、私は昔佐渡島と淡島ってとこ行った後に村上から離港して帰ったことありますね。特急稲穂とかいうのがあったはず。浅草、ああリニア、んイプシロン、ん何だ、イプシロンって何。さらなかったら使いたいですね。うわ、胃薬か。飛行機、あーん、今あのこの速度で走ってて無風状態です。私は良かった、追い風で。でこっちが電波いっぱいありますねって今言いそうになったな。危ないのない。昨日のあの黄金道路に比べたら電波全然違いますね。そもそも民家があるなしくも全然違うな。ん、飛行機、あ、そう、飛行機いろいろ制限最近厳しすぎますよね。あと早いとこあの電波発する機器 OK の飛行機にしてほしいな。あの腕時計してないと時間すら分かんないですよ、飛行機の中何分に、あ、途切れ気味、何分に到着とか言ってもイランフラグが、何分に到着とか言われても残り時間が分からない。見事いらんこと言ったか、集落に入ったのに。フラグ回収、ルック、電波さん気にしてるから、はあ、腕時計持ってはいるんですけど、 してる時としてない時があって、自転車旅行だと持ってこないんですよって言ってるかな、うん、ホロマン、ここの地名がホロマンなのかな。あ、ホロマンだ、ここホロマンです、ホロマン郵便局。うお、ん、何してれば、スチーがどうとかって聞こえたが気のせいか。あ、これ海沿い行けるかな。
いや、行き止まってるな、この海沿いの道。今、ホロマン橋がありますね、そこに。iPhone の時計は、だって、上空、対空、安定した時は、飛行機モードにした。コメントくれてる。どうしようもない。こっちはですね、今はかなり気持ちいい気候です。じっとしてて日に当たってると少し暑いぐらいかな。ん？すごい？え、行けます？車はあっちに何台か行ってるの、あれじゃあなんだ？行けますか？本当に？じゃあ行ってみようかな。よいしょ。大丈夫大丈夫。繰り返し。国土地理の地図だと繋がってないんですけどね。大声出さない出さない、絶対出さない。機械した。サマニサンドフットパスコース。重い、あ、自転車重いです。担いだら肩が破壊されます。ああ3階。これ釣りの人たちの車じゃないのかな。地図、Google マップじゃ繋がってるんですね。釣りの人たちですよね、これ。何してる。逃げた。ここから見るとあ、通行止めです。がっちりしたゲートがあります。しゃがみ込んでたカモメが飛び立つんじゃなくて向こうに歩いていった。でやっぱつながってないですね。道はあるんだけどがっちりゲートです。捕まえても私さばけないんで。そう、飛んで逃げなかった。横着しやがって。普通にスタスタ歩き去っていった。で逆向きに走り始めると、ああ結構な向かい風。いや寒くないです。ちょうどいいです。気持ちいいです。よっと引き返したという情報もあったし、繋がっているという情報もあったんで一応行ってみました。まあそこら辺りは、織り込み済みかな。織り込み済みです。織り込みやだが、まあすぐ分かったんで大丈夫ですね。あまり深入りしてから分かるとダメージでかい。入れ、この星マークは青看板の一部じゃないな。真ん中になんかロゴ書いてあるし。連休、そうですね。ホロマン。この意味。人で、たまたま人手が張り付いてても面白いな。いや、あれ誰かがレタリングで落書きした感じですね。レタリングっていうのかな、ああいうの。シールかもしれない。コンビニ、そうですね。ある程度大きな街だったらすぐにセイコマが入ってるもんですけども、入ると言わんかな、セイコマがあるもんですけれども、このトンネルは 1.2 キロぐらいだと思います。あとこのトンネル新しいな。次枠はやります、やります。今は後から書いてますね。1200メートルで合ってるでしょう、きっと。延長783メートル、残念、惜しかった。
試写後にして 1000m というところまで当てたけど、4人が出るのか、先生かなりましたね。どう、まあどっち行ってもいいですね。これは車の向こうから来たっぽい。あ、後ろからも来た。バイクだった。トンネルの中だとバイクの音かどうかわかんないんですよね。反響してでかく聞こえるから。こう走ってもよかったな。今コメントがかすれ声でしか聞こえてないです。すいません。うん、トンネル。昨日5キロのトンネルを通りました。5キロのトンネルを配信を終わらせて直後に通ったところですけど、でもあそこは向かい風がなかったから楽だったな。バトンですね。よく続いてましたね、今の曲がったトンネルで。ああこの形もかっこいい。キャドとかで完全に簡単に作れそうな形ではあるけど、こういう単純な形もなんかかっこいいですよね。この右側のこの壁のさっきのニューワールドトンネル。あ、今日はなかなかいいな。青函トンネル良い。ちょっと。あ、そう、段差分かりづらくなりますね。それはある。次のトンネルは？なんか、ああ。多分子供の頃、モナコグランプリの映像とか見たことあると思うんだけど、覚えてないな。本当けど、ちょっと走らない。走れるけどな。いや、うん、これいけないんだろうか。あ、ここいけるな。いけますね。そうそう、ここだけ確か外走るように意図して線引いたとこだ。あ、引いたところで皆さんに予定ルート見えてないんだった。予定ルートでこっちにしてました。こっちは車来ないだろう。カモいます、います。ほら、そことかこことかしゃがみ込んで海を見ている。にー、多分みんななんかあの足をしまい込んでしゃがんでますね。そうそう、崖崖。カモイとかハトとかあのしゃがみ込んでると可愛いですよね。ひよこ、あのメーカーひよこ的な感じ。この道は旧道だからじゃないですかね。この道がまだ塞がれてないのはよくわからないけど。
あ、曇り。急増でしょう、これは。核戦岩の終局。そうそう、あの歯型のメーカーだったんですよね、知らなかったひよこ。確かに子供の頃からひよこっていうお菓子は見てて、どこのお菓子か知らなかったですけど、福岡だ、あの博多でいいんでしたっけ。あれ、お、なんかやってますね、これ。東京の土産かと思ったら博多らしい。よかったよかった、取れて。おお、かっこいい。いや、大丈夫でした。こっちの道もすごいですね。これは急急道なのかな。手掘りの、こっちぐらい？くぐりたい、マジで。よっと。これは繋がってないと思うんだけど。こっちは危険ですよね。まあでも立ち入り禁止にはされてないから。左か。うわうわうわ。うわ、なんかすごい声がある。輪行は今日はしない。電波切れたかな。おお。これもなんか魚のなんか加工するための小屋とかじゃなかったんですかね。ひよこ。各地、え、そうなんですか。あの筑紫餅と信玄餅みたいな。あ、止まった、来ました。おー、強く。でも実際どういう風な道になってたんですかね、これ。そこなんかもうすぐ海みたいですけど、番屋ですかね、これは。歪みがまくってて結構怖いです。食料取った道みたいな。あ、焚き木が置いてある、薪が置いてある。潜んね。これは何のために置いてあるんですかね、薪は。あの小屋で使うとは思えんけど、あの小屋で使ったら小屋自体燃えそうだし、あの白っぽくなってる感じが。でも子供がこれ見つけたら入っちゃいますよね、多分。イサリビ、イサリビっていうのは寮で、あの水平線あたり見えてるあの光のことですよね、イサリビ。うん、もう50キロ切ったんじゃないですかね。切ってないですか。いいよっと。あ、これもちゃんと取っとくか。砂利から昆布の味がペロッ。生産カリ、モンハンの寄り道してますね。よいしょ、写真撮りました。あ、最後の30分かな、これで。いや、最後の30分だっけ、まだか。15時まであるか。ホロマン地名ですね。バス停もホロマンって書いてありました。 RX100 です、そうです、よくご存知で。 RX100 にあのこのグリップくっつけてます。まあ貼るだけですけど、このグリップ500円ぐらいでよくないですか。このグリップ1200円っていうのはもうちょっと勉強していただいてもよろしいんじゃないでしょうか。まあ大人ですからそのぐらいな、あのどうこうすべこべ言いませんけどね。よっと。このグリップがあること知らなかったんで、最初はまた 3D プリンターで打ち出したら面白いかなと思ってたんですけどね。 3D プリントサービスを使ってゴムがいいからか。うん、au、 そう、700万に比べたら、うん、中性。まあそうですよね、利益は確保しなきゃいかんからな。ん、トンネル、いや、お、これは今のとこ日高ヤバ系っていうらしいですよ。ヤバ系って、あの大分のヤバ系
が元ネタなのかな。皆さんこれ逆で見えないかな。日高ヤバ系って書いてあります。いや書いてあります。皆さんには見えないかな。ヤバ系は中津のあたりのやつ。ヤバ系にはヤバメイプルラインだったっけ、自転車道があります。青の道門とか大分にあります。ヤバ系、シクシヤバ系って言いますよね確か。昔あのヤバ系、あ取れなかったんですか。あの昔何かの替え歌であのラジオの番組でやってたあのヤンキーの歌がありましたね。あの走れ走れチクシヤバ系とかいう歌があって、唐揚げ、そうそう唐揚げ本州の、ああバケ中川町ですかあれ。うん、右まだトンネルの中でしたっけ。今日はあの民宿です。民宿っていうか一応旅館だな、三石旅館さん。プレート、うん、またこの模様ですよ。お、あ、エリモ出ちゃいました。エリモでいろいろ堪能してまいりました。エリモ神社のお祭り見て、で、あの無敵食堂で鬼丼ラーメンセット食ってきました。そんだけでもう 2,3 時間だよ。ん？三石。そうや、前こっち来た時には確か静内のライダーハウスから出てエリモユースまで来たから、前多分100キロ近く来たんじゃないかな。今日はそれより短いです。ペース、あと追い風がいいですね。今日ペース早いです。あの無敵神社は確かあるって書いてありましたよね。無敵神社もやっぱり青春昆布なんだろうか。よっと、美味しいもの。おお、本当かなり追い風、楽だな。最南端は青森沖？ん？よくわからん。右ですか？どこ？戦艦トンネル、確かそこは行ったことある。何だったっけ？何町だっけ？あそこは。青函トンネルが真下通ってるあたりの町。ん？あ、それまあ雨。ああ、そうそう。明日午後は雨っていう話聞いたからな。まあなんとかします。タッピは青森ですね。去年行きました。あ、どうした。結構長いのかなこれ。はい、やった。あ、すぐそこじゃないか。だるまやウイリーできるんだけれども、ギア入ったっけ。もうウイリーさ、いや長いな。うわ、トラック来た。タイミング悪。八の辺までのどんぐらいかかるんだったかな。明日いっぱい、本当に？じゃあ OK ですかね。いや、長え。後ろトラック来てるんですけど。
あ、終わった。よし。4台、何チケット？いや、4台引き連れて堂々のあのトップ走行でした。ふう、あ、それぞれ、まあ降らないです、私の都合のにより。でもトラックはだいぶ離れてくれてましたね今。いや、あの車が一段落ついたところで私が投入されたんですけど、その後また来ちゃって、戦力を投入されたんですが、戦力として、上り坂の、そうですね、あれ嫌ですね、あれは相当嫌です。私は恐山後にしたあたりでそれに当たりました。すんごい激坂で、あれ、あそこ片側通行じゃなかったっけ、違ったかな、確かあのあたりで嫌な思いした覚えがあるんだけどな。恐山、そう、恐山のあれ何湖でしたっけ、湖の名前がいつも忘れてしまう、思い出せない。クリカラ湖じゃなくて、なんかそんな変わった五感の名前の湖。10%じゃなかったな。支笏湖でも板湖でも琵琶湖でも、のぞり湖、あ、うそり湖か。うそり湖、ありがとうございます。そう、覚えにくい、うそり湖。うそり湖。恐山っていう地名は有名でも、うそり湖って全然知られてないですよね。東織子、初老でございます。40超えたら初老らしいですからね。初老落ち、うん、42、19、本当かよ。でも42キロとかは本当にそんな感じがしますね。ん、何がついた、方が 42.195 キロだから、目が、私の目を見たことがあるんですか、よっと。そろそろ道の駅とか、ん、何の味がする、あの、そろそろ道の駅があって冷たくて美味しいものとか食べてあげてもいいんですけどね。サンズ館、今のペースだったらかなりいい時間つきますね。夕方6時までつくかな。聞くもんか。また骨高かな、かだよな。カンコレ、私はですね、食べましょう。カンコレは、あの、絵を見る限りは、あの、実物の艦船の、実物の軍艦のかっこよさとかは特にないですよね。あとはなんかその、史実に基づいたネタとかがあったら面白いんだろうけど、あれは多分 見た目の可愛さと、あの、艦隊とは関係なくて、あの、ゲームとしての面白さが飛び抜けてるからじゃないんですかね。想像で言ってますけど。意味は、萌え萌え要素がなくてもゲーム要素がすごく強いからじゃないんですかね。デカマシ。デカマシか。あの、九州ではセカラシカって言いますね、うるさいことを。やかましいっていうのはセカラシカって言いますよ。とは関係ないですね。あの、カンコレやってる人が超多いのは、
ゲームとして面白いからじゃないんですかね、違いますかね。あれは艦隊がモチーフになってるからどうっていうところはあんまりないのでは。少なくともあの擬人化を見ると、もともと軍艦とか艦船が趣味の人が嬉しいかっていうとどうなんだろう。語尾を上げる。クレジットカード全然気にしてない。クレジットカードでそんなに買い物してるか。してるよな、アマゾンで。ゲーム的な面白さがあるからですよね、あれ。あ、本当ですか。ただ、見た目、例えばガルパンだったら、戦車自体のかっこよさとか、戦車戦のネタの面白さとかがあるんで、わかるんですけどね。艦隊コレクションの場合は、艦隊自体のかっこよさあまり出てないなと思って。セリフ、なるほど。そういうところか。絵的にはやっぱりないんですね。ボードゲームか。そう、絶対あれはゲーム的な面白さで、絶対萌えだけで持ってるはずはないと思ったんですよ。絶対に。それにしても流行ってますよね、あれ。私が見てたファミコンゲーム配信の人もやってたし、なんかその極端に萌えとかに走ってない人だったんで、そんなにゲームとして面白いのかと思って。さっきからアップダウンなくていいですね。もう見えてるんだろうか、目的地は。風景いいですよね。パズドラっていうのは何だろう、聞いたことあるような気がするけど、パズルドラゴン、パズルオブドラゴン、パズルでドラえもん。あ、任天堂の話ありましたね。歌の走り、いや、今追い風と同じぐらいの速度で走ってるから一番効率いいはずですよ。一番体力消耗しないはず、時間に、走行時間に対して。道の駅、サマニーはまだですかね。もうそろそろサマニーを通過してもおかしくないと私は思ってるんですけど。そう、アップダウンが ないですね、大体、海沿いは。舗装がめちゃくちゃ新しい。カセットテープ時代のゲームは、スターフリート B ってゲームが好きでした。X1 っていう昔のシャープのパソコンで、どこだ？35記録？あ、35キロ、了解です。ありがとうございます。スターフリート B っていうスタートレックがの、スタートレックを、まあ、パクリとは言わんけど、そういうゲームがあって、実はあのゲームの作者の人がスタークルーザーっていう、これ結構そのマニア的にな人気があるスペースゲームがあるんですけど、宇宙ゲームが、スターフリート B の作者の人って、そう、クリンゴンじゃなくてエイリゴンっていうのが出てきます。エイリゴン、そう、 Z80 世代テープのゲームしかなかったです、昔は。ロードするんです、ロード。で、長くて10分ぐらい待たされるかな。スタークルーザーの作者の人、そうそう、ピーガーの音は機種によって全然違うんですよ。テープのゲーム、ファルコンって今でもまだメーカーあると思うんですけど、あれが昔出してたザナドゥっていうゲームは、画面半分ぐらいでっかいボスが出てくるんですけど、そのボスの部屋に入ったらロードが始まって5分ぐらい待たされるんですよ。これ冗談じゃないですから、本当ですから。おさすいませんという話はこの景色とは一切関係ないな。ダンプ打ち込みました。テープのザナドゥが特にひどかったですね。見て、本当かな、おっさん。
まあ喋ってる私がおっさんで、でネタもそういう世代のネタばっかりなんで、そうなっちゃいますね。ドラゴンスレイヤーもありましたね。ドラゴンスレイヤー懐かしいな。ドラゴンスレイヤーはなんか割と悪夢的なキャラ、あのアイコンが多くなかったかな。古きですね。学生じゃないんです。ゲームウォッチ、ロボットファクトリーっていう1980円のゲームを持ってました。ロボットファクトリーのスタート音楽はピッピーピッ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 っていう音が鳴ります。単音で音階すらないんですけど音楽です。昔の話題すいません。分かんない人は本当にもう離れてきますよね。キャラも私も組みました。レリックスはあれわけわからんゲームでしたね。あれ攻略しようにもなんか規則性もよくわかんなかったんで、ブラックオニクスやりました。色1回ずつ。昔はでもあの頃はめちゃくちゃときめいてましたね。といって 今の子供がときめくものはないかっていうとそうじゃないと思うんだけど、ハイドライドもやりました。私は X1 でしたね。 PC98 は友達が持ってた。友達ん家にパソコン、その友達が持ってるパソコンで遊びに行くとかいうのは今ないんですかね。ゲーム機的にはあるのかな今でも。カンコレカンコレブルーレイ容量がなんかもうクリエイター側でそんな埋められるかって状態みたいですからね。塩の匂いがだいぶ強くなってきた。塩の匂いというのは実際にはこれプレステ4はキラーコンテンツが出たら買う。私にとってのキラーコンテンツはパンツァーフロントとパネキットです。100万とかあったのかな。キラーコンテンツが出たら買うと思います。人々のヒットビットは MSX でしたっけ。 MSX 夜は民宿。パネキット本当すごいですよね。あんだけそれっぽい動きをプレイステーションの処理能力でやってしまうっていうのは。ああ、低速にやったことないな。ん、何このライン。 FM タウンズ、このああ、Mac とかそうでしたね。いかんな、またすいません、あのこんだけ太ぎながらまたこの話題に流れてしまっているのが今更気になってきた。終着ですね。日高本線。スーパーカセットは持ってなかった。それ友達持ってたかな、スーパーカセットビジョン。原爆原爆。エアマネジメントはやったことないです。空港のやつですよね。うん、なぜか昭和パソコン X1 でしたね。すいません、どうしても楽しいんですよこういう話題っていうのは。 3.51 インストールっていうのがそもそもなかったですからね。ハードディスクなんてついてなかったから。私はファミコンも持ったことがなくて、初めて買ったのは、やめてこい。トップマネジメントなんだろう。プレステ4、うん、シット、それですよね。スーパーソフトマガジンとか個人でスキャンして持ってる人とかいるんだろうな。電源、そうです、またロードです。うん、大きい方、私はそうですよ。そうでした。
ってる意味が分からないですよね、これ。波しぶきが。あ、そろそろ。アセンブラーはちょっとやってました。マシン語でテトリス作るくらいはやってました。昔のフロッピーはふにゃんふにゃんでしたからね。他に気を使う。ハードディスクはなんと昔80メガのハードディスクとか私持ってましたよ。80メガとかそんな使い切れんだろうっていう。80メガバイト。その後1ギガバイトなんていうのをなんかもう買っちゃって。マシンも Z80 でやってました。やるっていうほどのことなのかな、あれは。でも世代によって値段全然違いますからね。うん、テープ信号で5万円ぐらいかな。1245持ってたんか。私も持ってましたよ。 CE140 でカセットテープインターフェースでセーブロードしてましたよ。いかない1245とか出てきたら余計になんか狭くなっていく。シャープが出してたポケコンですね。 PC1245 セグメントが繋がってないんですよね。ハードディスク PC8001 もう意外といいゲームが出てましたよね。マシン語でファンファンとか。もうすぐかな、駅は。 MZ2000 グリーンモニター。すいません、申し訳ない。面白いんですよ、こういう話題。今来た人いらっしゃいません。 PC9001 は知らないな。ハンドヘルドかなんかかな。今来た、またセコマ。 iPhone 見て、そう、あの今の iPhone の画面見たら本当に魔法ですね。目で見る限りあのドットが見えないし。最初の信号を、あ、駅ですか。オープンリールさすがに触ったことない。線路沿いまで到着した。ギガ、うん、おー、でかいですね。ここサマニア前、駅前食堂で、駅前というか駅から出てきたところの道の遠い面にある食堂で、カツ丼だったか卵丼だったか食いました、昔来た時は。あの店まだあるかな。あ、信長のよくできてましたよね、当時から。信長の野望は。あれ、ここか。え、これ駅前通りじゃないですよね。何でですか。そう、ピコピコゲーム、じゃんけんゲームですら喜んでた。無敵食堂はさっき行ってきました。駅前の道はこれじゃないですよね。ちょっとカメラが、よし。寺坂。どっかこの辺に食堂があったはず。でも11年経ってるから、当なくなってたって絶対全然おかしくない。駅はどれだ。数当てゲームあれですかね、あの2分の1、2分の1でやっていくと、あの ログN で当てることができるとかいう。ログ N 時間で、あれ、駅どこ。ちょっと地図見ましょうかね。大通りのなんか信号いくつかあって、今一つ目は違いましたよね。倉庫版は、私は倉庫版はなんかあの今一つかあの成功した時のスカッと感が足りない感じがして、あまりやってなかったですね。中さん、ちょっと待ってもらった。次の交差点ですね。あっちの交差点だ。
道の駅ないのか、この辺り。ヨーグルト系、ユニクサ、ユニクスマンの。なるほど。まだみんなが、コンピューターを複数人数で使ってた時代ですよね。X ウィンドウとかで。多分この辺りに前食べた食堂の辺りだった。この辺りが、食堂の、これか？こう、なのね、すいません。こんな感じだったような気もする。食事処1個。どうだっけ、これだっけ。ニフティサブでした。やった。準備中って書いてあるけど、やってんのかな、これ。確かそこに自転車立てかけて食ったと思うんだけどな。これかな。サマニベッピン、サマニ美人、こうなんて名前だったっけ。まあ昔のレポート見返せば分かるんですけどね。場所的にさっきのとこだと思う、多分。この辺りじゃないよな。じゃあちょっと駅を見ていきましょうか。何が、あの時は本当に飯食っていただけですね。11年ぶりです。2002年にここの道通ってます。あ、一つも、マジで。じゃあどっかコンビニとかで冷たくて甘いものでも食べてやりますか。食べてあげましょうかね。これが終着駅。おでん、道の駅あります？爽やかトイレ。なかなかいい景色ですね、ここ。食べてあげましょうかね。景色的にここはいいな。鉄道のえりも方面に向かうのの終着駅ですね。バスは見たところターミナルないな。ここからバスつながってるんですかね。あ、あるな。どっち方面に行ってんだろう。なんか今裏若い女性があそこにいるから近づきにくいな。あ、裏若い女性向こう行った。じゃあ裏若い女性がいないうちに、汽車じゃないですかね、この辺りは。何？札幌駅？札幌方向しかないのか。向別、上野府か。どっち方向これ。浦河方面って札幌方向ですよね。浦河って。ってことは、こっから襟裳方面ってないのか。あった、襟裳広方面。広駅あるな。あ、じゃあここから襟裳岬通っていきますね、やっぱ。銀行は甘え、あなたにとってはな。いや、みかん食べてないです。この辺でみかん食えるんですかね。時間的にも2時半。ここからバスで、確かにどっち方向でも行けますね。都市かな、都市だろうか。どうですか、この眺め。いや、銀行しないです。あ、列車いた。とっさに列車って言えた。汽車でも電車でもない、どっちも指す。溶け狂ってました。いや、これか。見たことは多分あるよな。いや、まだだいぶ停車してるじゃないですか、ここ終着駅だから。そう、輪行は手段。線路幅1両ですね。日高は何て書いてある？キハ40ですね、これは。で、この音はディーゼルでしょう。これは汽車ですね。
て馬がほら馬馬日高ライン、日高ライン北海道ちょっと今言葉から離れすぎてるかな1秒です。鉄道が邪魔。お土産粒飯、怒られますかね。子供の頃から電車電車としか言ってなかったという環境で育った人間にとって突然電車って言わなくするのは難しいですよね。中華鶏鉄30分、ああもう、ああでもまあ7分あるか、あるんじゃないです。列車列車、モップの水切り、モップ駅弁はあるかもしれないけど、もう昼ご飯食べちゃったから。やった、立ち食いそば。機動車ですか、ところどころ案内所が駅を兼ねてるところがあったりしますね。あと道の駅が鉄道の駅を兼ねたりすることもありますね。鉄道の駅兼ねてるのはあのか何海岸だっけ、あの津波で流されてしまったあそこがありましたね、大なんとか海岸、あの気仙沼の近くのおやつ、そう、サマニです。この辺りの終着駅です。スリリンゴとか欲しいけど、稚内、稚内でかいですからね、町が。それに似た感じだと江別もまあまあかな。江別、違う、江別じゃなくて江差、江差、江別は大泉さんのとこだ。駅弁は あるのかもしれない。粒飯って書いて、粒飯って書いてあったから、ん、何がうまい、粒飯が多分という駅弁があるんでしょう。江差、2か所ありますよ。江差、幸せの方の江差と枝の方の江差、いや違う、なんだっけ、幸せの方がオホーツク海沿いですよね。もう一個の終着駅がある江差はどういう漢字書くんだっけ、案内所ですよね。うん、そうかな、前来た時よりは前曇ってたしな、いや曇ってたっけ。江差、来年まあマジでまたなくなるのか、厳しいな。自転車だと輪行できる手段が残ってほしいんですけど、そんなんで残す理由にならないしな。エリモの何を食べた、エリモはウニ丼とラーメン食ってきました。最果ての江差はまあでも鉄道使ってる人今の時点でほとんどいないから、もう廃止になるんですよね。やった、意味はないけど、お、コーヒーカレーランチ、粒カレー、やっぱ粒貝だ。北見江差、ああ、え、北見江差っていうのはあのホホーツクの方ですよね。前ライダーハウスがあった、結構有名な。江差 U とかいうライダーハウスだったけど今あんのかな。ライダーハウス情報見たら、あ、成功もあった。地元、ああ。そう、乗らない、はい、やった。そう、冷たくて甘いものをちょっとここで調達しようかなと思って。何するかな、冷たくて甘いもの、やった、深いの、あーよいしょ、場所あればよし、なんかおやつ買ってきます。ゴミはもうキャンプ場に捨ててきたんで特にゴミないです。おっきいカレー、パスタはもう購入済みです。パスタは100均のナスミートのレトルトとサラスパ買ってきたんで。
からちょっと。もしかしてこれずっと直射日光やばい、もしかしてずっと直射日光がまっすぐ差し込んでたのかな。よっと、やばい。 CCD 痛みましたかね。直射日光当てたら多分まずいと思う。どのぞみというか適当に、あ、これと思っていかん、まっすぐ太陽の方向けてたか、まっすぐというか多分左上あたりに太陽映ってたんですよね。絶対 CCD に良くないと思う。焼けなかった、あ、残ってないですか。よし、リンゴヨーグルト割と半端なもん買ってきたかな。ストローで食べるリンゴ&ヨーグルト、でもこのタイプのあのヨーグルト好きなんですよ私。どうしいって目が見えなくなりました。電気をつけろリーザ、リーザとサトル、あ、大丈夫ですかね。じゃあいただきます、朝食いただきます。うん、うまい。うん、リスナーよりも機械の心配です。
うまい。このリンゴシャキシャキのタイプの私大好きなんですよ。あの缶ジュースでもすりリンゴとかいうのがありますよね。あれもちょっとシャキシャキしたの入ってて大好きです。コンポージャー見なかった。ソフトクリームは欲しかったですけどね。セイコマはソフトクリームないですね。今日の民宿は日高三石駅前の三石旅館です。で去年青森回ってる時にそのスリリンゴジュースがマイブームになってしまって、あの青森の横浜町行った時にマルザスさんっていう函館から土地に来てくれた人としばらく一緒走った時にも、夜あの道の駅でたまたま会ったあのレースに出てきにした出てくるためにやってきたお父さんの、 あの海辺に借りたコテージに泊まらさせてもらった時に、マルザスさんがあのなんかジュース買ってきましょうかって言ってくれたんで、スリリンゴってお願いしました。長い振りの割りどうでもいい内容だな。いるでしょう。うまい。面白いものがあれば寄り道してもいいですね。で、そう荷物、いや減ってないと思います。であとは口の中が甘いのが酸っぱくなったりしないように、馬か、いや馬は明日ですね。クロスバイク、そうそう、リンコのこと考えたら本当にあのディスクブレーキ不安だったんで。洋菓子は何かありますかね。あ、カツゲンも良かったな。カツゲンの、でも小さいカツゲンは普通のソフトカツゲンしかないですよ。名産は日高昆布かな。そう、天気本当に今日はいいです。しかもこの追い風、雨の、涙が、うまかった。旅館だから夕食は民宿ほど暴力的なのは量は出ないかな。どうですか。ディスクブレーキ、あれはフォークとかができないですね。追い風追い風、5回ぐらいいったかな。ん、何と目玉焼き。おお。よっ、やった。ハンズブレーキ、カヤジー、カヤジーとはエゴスカに乗ってないですね。そこら辺カモメいっぱいいるの見えますかね。止まってればそれなりに画質はいいらしいんで、この設定いっぱいいますよね。あれカモメです。カモメだかウミネコだかなんかそういうやつです。で鮭は登ってきてないですね、見たとこ。カモメ、あ、そういや、そろそろ、もうそろそろ、外部バッテリー切れるんじゃないかな。ちょっと待ってください。別に確認したところで伸びるわけじゃないんだけど、心の準備が、あれどうなってる。あ、切れてる。ということはもうすぐ 90% っていう表示か。あ、やばい、GoPro ももう切れそうになってる。 GoPro のためにちょっとバッテリーつなぎ直します。
目が、ちょっと、ちょっと、そこの日陰を借りよう。え、もう出てた？ 90% ってもう出ました？ GoPro のため、そう、GoPro のために。今、Spotify とかに給電してるやつを、あ、出てた。ってことは、はい、PC 配信はあと1時間かそこらぐらいかな。やっと。これが今回、Twitter とかで教えてもらって買った、アンカーっていうとこの、おお、まだ 75% 残ってる。予備バッテリーいっぱい持ってます。この、まず、でかいやつを3個持ち歩いてます。よっと、だから今日は民宿に行ったら、3つ充電しなきゃいかんから、かなり忙しいんですよ、充電が。シシャモは向川だから、まだ先ですよね、だいぶ。明日ですよね。GoPro の、田舎じゃなくてもなかなか充電ってできないもんですよ。どこまでを東電とするかによって。私は民宿ではコンセントは部屋台の一部として使っていいと考えてます。で、 GoPro 給電できたかな。できてる、できてる、 OK。 GoPro はメディアがあと1時間で、パソコンがさっきもう90%出てたってことは、とは今は 84% か。1時間は持つぐらいかな。で、いや、1時間じゃつかないですよね。今日はまた、あ、どうしようかな。今日はエクスペリア配信してみるかな。でもマイク2個つけなきゃいけないしな。バッテリー、寿命ですか。冬休みはまた沖縄ですかね。本当沖縄の冬は楽でいい、あったかくて、大晦日に半袖で短パンで走れるっていう。ハブダイナモホイールはアンドロイドだったらもういけるんじゃないかなと思いますね。確かに去年沖縄の離れ小島に、小島ってほどでもないけど離れ島に行って危うく帰れなくなるとこだった。15分、じゃあ次から1枠ずつ取りますかね。どうせそこから1時間も持たないし。台湾か。ハテルマね、ハテルマか。なんかすごい道がある、あそこ、あの島に登る道が、なあれ階段か。GoPro は今撮れてました。大丈夫でした。ワンコはどれかな。ワンコって、島に渡ったのは2、3000円ぐらいじゃなかったですかね。向こうになんかすごい道が見える。あそこの島に登っていく。西コースは多分できますね。一人部屋だろうから。あれ階段かな。そう、すごい道が見えます。と言ってもこれはカメラオンカメラでやっても見えないな。ホラフキーさんは最近ソニーのアクションカーも使ってるらしいですよ。あれ地図で見たら見えませんかね。ギザギザ道が島に登ってるのが手前の日の当たってるとこじゃなくて影になってしまってるんですけど。豚丼を食ってきた。豚丼は一昨日に昼食べました、蕎麦屋さんで。民宿部屋はかかっても私はかけないですね。被害に遭うまでは多分かけないと思う。被害に遭ったら次からかける。ザルスは1個持ってました。シャープザルスって古いな。十何年前ですかそれ。20年以上前。結構でも長く続いてましたよね、最初の被害。遅いね。小型のパソコン、そう、最近小型は、超小型がないんですよね。あ、
なんで暑と書いてあーって読むんですか、あれ。暑でしょう、暑。あるいは発音できないか。あっていうところの後に伸ばしたってドミ台でしょう。なんであれはあーって読むんですか。間違ってますよ。ベスト電気だ。こっちもベスト電気あるのか。あ、あったな。タブレット、そうですね。タブレットで配信できるよな。できますよね。うわ。いかんいかん。ため息。あっ。おにぎり、あ、正面のやつですかね。そう、カラスが結構大群でいますね。そうそう、ベスト電気は昔あそこにあった。足別、足別。足別のあたりのどっかのあたりの町にあった。そこで太い USB 延長ケーブル買ったんですよね。よっと。これで変わる、これで新鮮、エクステンション。エクステンションってあれか、付け紙か。さっさと連絡取り合ってないっていうか、どう、娘さんが生まれた後のことはよく知らない。なぜ今篠さんの話が、えらい前の話ですよね。特にやり取りしておりません。大阪さん、大阪にいると思うけど、それもまた2年前か3年前でしたっけ。3年前だよな。え、2年前、3年前だ、3年前。いや、2年前かな、2年前か。多分2年前ですね。鹿児島で。お、お疲れ様です。おやつはさっきちょっと食べた。次枠は普通に一般枠として取ります。もうバッテリーが1時間持つかどうかなんで。アンドロイド配信するためのは持ってきたけど、アンドロイド配信すると GoPro カメラの音声が別撮りできなくなるんですよね。地図、ああ、日本の中ではかなりの場所ですね。宿配信多分やります。電波はあるんじゃないですかね。でもどうだろう、多分電波あるだろうから、あたりやります。明日も休み、明後日も休み、しあさっても、その先もずっと6日分ぐらいは休み。 YouTube で気温、気持ちいいです。気温はかなりいい感じ。 iPhone、 本当は Android に入力する音声をそのままパススルーで横から録音してくれるものが欲しいんですよ。でも Android の録音ツールは基本的にマイク占有してしまって、他のアプリには流さなくなっちゃうんですよね。あるいは録音できないか。サポート6枚視点。おー、ここはよっ、あれを使う。あそこの岩えらい尖ってますね。うん、風が、こっちは本当に今いい気候ですよ。よっ、槍畑、なんかほぼ90度の角度に見える。予算本当によく聞かれますね。同じ人が何度も聞いてるわけではないですよね、おそらくこんなネタ。予算は特に計算してないです。夕方ですね。親子岩。フォトラリーポイント。おお。親子岩はあれなんですよね。よく見たら親子3、
と孫がいますよね。逆光でも見えますかあれ。親子孫岩じゃないですか。いや、これ行き止まりかな。見られる。10万は交通費入れたら10万いくかもしれない。交通費除いたら10万いかないですね。1日1万はかけてないはず。2日に1回5000円ぐらいの宿に泊まって何でしたか初めて。ああ、なんか多いんですよ。おお、草刈りやってる。野宿の時もあります。昨日の夜は野宿でした。えりも岬の近くのキャンプ場泊まって、オートキャンプ場だけど1泊300円、その隣に300円のなんか老人なんたら施設みたいなやつの温泉がある。ん？地図付きでネットクバ。うわっ、なんかちょっとぶつけた。青森の宿はライダーハウスはタダで泊まらせてもらいましたね。結局200させてもらっちゃいました。一応1000円の食事と次の日はあの申し訳ないからっていうんで2000円の食事ってことにさせてもらって。年間1000キロくらい走ってると思う。今回の旅行では多分700キロは走らないぐらいかな。でも昨日今日とそこそこ走ってますからね。おそらく600キロぐらいになるんじゃないかなと思います。最終的に青森に行ったら距離伸びないだろうし。40代なのに、自転車乗りの人は体力あの年齢の割にすごい人多いです。ん？あ、何ですねって。自衛隊員ですから3人1回してほしいです。いや、3日に1回だったら食事の楽しみが激減するから嫌だ。40村実突。ん？どっちの方面。知りたい対策は柔らかめのサドルです。私はあとは立ち漕ぎですね。ん？宿マジで。いや、マジじゃないです。海外は今のところ考えてないですね。とにかく気楽に旅がしたいんで。あー、なんか旅とかしれっと言ってしまった。旅とか、はあはあ、おーサーフショップか。私のような旅ありがとうございます。こういう旅が私は面白いと思ってやってます。はあ、3回そうですね。はあ、次はやります。電池がある限りですけど、あと1時間持つかどうかです。はあ、1000キロ超えた。あの通して走ってですかね。1000キロなんて一気に走る人もいるぐらいですけどね。旅です。職業旅人ですっていうホームページ持ってる人見ましたよ。バイクの人ですけど、前釧路のあたりで会いました。塩釜トンネル、あっちに急トンネルあるんですね。この道路横綱がついてる。これトンネルの中はなんか道路にあの横綱がずっと細かくついてて、あのビーってなるようになってました。ビーってなってる。振り返ってみない。
そうそう、これこれこれ、工事中の看板の、白黒取り込みみたいにしてこの旗を振る人、これインパクトありますよね。初めて見ると特に見えました。今単調だから、あービーって鳴らすんですかね。作ってるありましたね。自転車とよくわかんないんですけど、前確かそういうとこ走ったことあるはず。私はうわちょっと危ない危ない危ない、段差が段差が、いいよっと、書き換えそうなんですか。ミュージックビデオかな。バッドアップルは知ってる、ニコニコで見た見た。あのバッドアップルの方もやたらよくできてますよ。やった、お疲れ様です。まだ1分ちょいありますよね。そう、AApple 杉枠は一般枠で取ります。結構工事いっぱいやってますね。グダグダ、ん？繊維の人が？冬が、あそこの白いやつなんだろう。お疲れ様です。もうそろそろ、もうまだちょっとありますね。白い。あ、この裏側が白いんだな、あれ。お疲れ様です。まだですよね、でも。やっぱ弱いっすか。次は。一般枠でやります。電池がもう1時間も持たないんで、延長しても意味がないんですよ、あまり。お疲れ様です。ヤギだ。お疲れ様です。おお、びっくりされた。FML になるんで、ちょっとまた動きよくなります。お疲れ様です。道端にヤギがいる。スキャンプで。よっと。バクトリー、バッテリーはあと74、まだ結構あるな。で、録音はできてるはず。またチケットいただいてる。次の目は横、猫の目は縦。一緒に同じタイミングで GoPro の方も変えとけばよかったかな。そんなにまだ立ち見つけてたのか。その後そんなに盛り上がるとこなかったんじゃなかったっけ。いらっしゃいませ。あ、ちょっと下向いてるな。もうちょい上か、このぐらい。いらっしゃいませ。 FMAD に立ち見でFMLE に戻りました。三角
かな。よっと。もりもり食ってます、さっきから。羊じゃなく、ちょっともう一枚ズーム写真撮って、やった。帰ろう。あ、そうだ、あと GoPro の方も残り時間見とこう。今 PC のバッテリーが 70% 台で、いらっしゃいませ。野生じゃないです。飼われてます。あと45分か。45分か。16時前か。観光用の、あ、またこっち見た。そう、ジンギスカンの匂いするんですよね、ヤギって。羊じゃないけど、あのジンギスカンの肉の匂いとあれとは共通ってありますよね。鹿だ、そう、あ、雑草処理か。まあそうかもしれないですね。そこら辺の普通の雑草って食えるのかな。子供たちだ。獣、あれは何の匂いなんですかね。ラムマトン。じゃあとりあえずラムで、子羊の方で、子羊の肉で。あ、あそこコスモス咲いてる。ヤギが出てくるとヤギさんネタになりますね。どうしてもヤギさんのあの放送上での名前自体がそれが元ネタにされてるからな。ジクヤギさん、苫小牧まで137キロってことは、ジンギスカン、リアルデコは、今のどれが、今回ジンギスカン食ってないし、まあ特に2日で、明日届くだろうと思うんですけどね。137キロ苫小牧だったから多分35キロぐらいかな、今日の宿までは。奈良では食べた、さっき生ウニ丼と、あとは昨日の夜は特にご当地ではないか、豚串ぐらいかな。あれの町なのか。北海道で、まあ場所はいくらでもありますね。メジャーどころではちょっとあちこちつまみ食いしていったんで、何がどこ行ってないかよくわかんないんですよ。ある程度メジャーなところっていうのはかなり行ってるはずなんで、残った場所をつなぐのが難しい。で、今回は寒さを警戒したせいでこんなルートになっちゃいました。おしゃまんべ行きました。キャンプ場泊まりました。キツネがいました。あとおしゃまんべ温泉で普通の銭湯に入って、熊野稚内2回行きました。あかんこ、スカリベスもいいですね。阿寒湖はあのアイヌコタン村でしたっけ。あそこのライダーハウスのおじいさんはまだやってるかな。あの完璧事前事業でやってるライダーハウスがあって、一泊500円なのに夕食食べさせてくれるんですよ。もちろん保証はないんでしょうけどね。で、アイヌのなんかの活動の結構重要な人でもあるらしくて、阿寒湖ライダーハウスはまだやってるんだろうか。あと近くの御根島っていう湖が異常に綺麗です。おう、いきなり切れた。ってことは、おう、フェメリーも復活させなきゃいかんな。これはこの辺りちょっと道の端っこの辺りに段差が、ポタファイ電池切れする時間じゃないよな、まだ。
早く早く。あれ、 iPhone も切れてる。お、まだそんなポタファイが切れるような時間じゃないはずなの。あ、切れてる。嘘。じゃあ仕方がないんでこっちにつないで。なんか妙に早く切れてる。というわけでこっちに後ろに入れとくしかない。で、こうして、多分お、来た来た。とりあえず映像はこれで復活するかな。よし。あ、転送速度は見えない。多分今音と映像復活してると思うんですけど、ポタファイが電池切れしてまして、まだ切れる時間じゃないと思ってたんですけど、なぜか切れてました。で、今ちょっとポタファイを急遽電源つないでた入れ、立ち上げ直したところです。で、コメントはこれから読めるかな。あ、来たかな。あ、来た来た。ポタファイがなんかバッテリー切れてました。まだ切れる時間じゃないと思ったんだけどな。うん、サンマ、目黒じゃなくて目黒のサンマとか落語ネタだろう、もともと。で、今ここもこれで復活まだしてないか。これでしたかな。よろめくよろめく、それ陰謀先。よし。うう、失礼しました。ポタファイの野郎が切れやがったんで。GoPro マート30分ぐらいで切れるかな。サイニング。ただ、まあ、GoPro 優先だとしてもポタファイが切れて放送ほったらかしてそのままっていうのを見てる人に悪いなと思って、今回列車乗らないです。そこ線路ありますね。あ、鳥居があって線路があってまた上に上がって神社があるんだ、これ。あ、写真撮り損ねたな。日高本線ですね。ディレラ曲がったことがあったと思います、確か。マウンテンバイクの時もあれは運かな。
優先、優先、優先。あ、私の命ですか。私の命が優先って意味か。階段長い神社、あーですかね、かな。そう、なくなり続けてますね。JR 北海道が今何が起きてんでしょうか。ね、神社が確かに大洗のあの磯崎神社とかもそうでしたね。あそこの、あの階段かっこよかったな、なかなか下に海が見えて、追い風追い風、戦車で、まあアニメで町おこしですよね、あれは。いらっしゃいませ。あ、お、浦河町に入った。除雪で、確かに厳しいですよね。あー逆光だ、見事に逆光だ。写真は撮っといて、ウェブアルバムにいずれ載せますんで。浦河町のカントリーサインは乗馬のマークそのままでした。何が好き？若浦。馬が、あ、馬いますよ、馬。ここから先はサラブレッド街道って、あれどこからどこまでですかね。何に向けてる？カントリーサインは、7、8個目じゃないですか。3日前から。3日前っていうか2日前か。今もしかもいます。時給750円？マジで？それであんな重責を負わされるんですか？牧場、ああ、サラブレッド牧場かな。サラブレッドというか、馬牧場？下り坂は景色がゆっくり眺められる。馬を一頭、あ、そうだ、島田さんになんかお土産買いたいな、どっかで。早く着いたら何しようかな。まあ早め風呂入って充電する。あの今回大容量バッテリーの AC アダプター1個で、でバッテリー1台3個あるんですよ。で3個とも今切れてる。ジンギスカンキャラメルは前食った。どういうものか知っております、存じ上げております。これの充電も。あなたはダメです。お、よっと。ああ追い風だと本当に楽。追い風はもう10回ぐらいだかな。まあ、夜とかだったら本当に出るかもしれないですね。そう、魂の島田さん、三石温泉。ああ、三石温泉に入っていく手はあるな。確か三石駅より手前ですよね、あれ。温泉地帯は、温泉のマークが出てるのは。今は秋だから出る可能性はあるんじゃないですかね。お、ここがあればそう、かなりない、なかなかの痛さですよね。5万円以上。島田さん今日どうしてますかね。関東涼しいって聞いてるから峠じゃないですかね。そう、痛い、ああ痛いどころじゃないで思い出したな、あの木広人 P だっけ、あのニコ動でオリジナルのあの動画作ってる人が、まあなんていうかネタ曲ばっかりなんですけど、正義の味方の曲で悪者が何々を食らったら痛いとかいう次元を超えているとかいう歌詞がありましたよ。ダメだこれ、その動画自体見ないと面白ささっぱりわからんな。そそらかちゃんの、
よっと。動画見ないと面白くないからすいません、説明しようとして私が間違ってました。すいません、こっち普通かな。おい、あ、なんかそれコメントでもさ、あの前聞きましたね。ヒグマあんまり会いたくないな。途中特殊な一部だけ 見てますけど、一般的に人気のあるものよく知らない。イベントボンバイエですね。うわっ、そう、コアなとこだけ妙にたまたま見かけて迷う。ああ、多分牧場っていうのはこの辺り馬じゃないですかね。ああ、でも牛とかもやられたりするんですよね。うわっ、そう、鈴今回持ってきてないんですよ、忘れてた。まあそういうとこは走らないだろうなっていうのもあったし。ん、熊が、あと登別には確か熊牧場ありますよね。今あるのかな。急がない、同等。うん、牛が内陸でしょうね。あと湖に水飲み来るとか言ってましたよ。あの釧路湿原沿いの仲間の家っていうところのという都会道に泊まって、あ、27キロありがとうございます。ん、うわ、ひらしいかな。そう、仲間の家っていうところは、あの一昨日泊まった赤霊館のオーナーさんともやり取りがあって、私が前行った時はあのお父さんがあのやってたんですけど、今娘さんが引き継いだっていう話ですよ。娘さんが、ん、何が好き、前対応してくれたあのお父さん何歳ぐらいだったっけ。50ぐらいじゃない、うおう、ないかとは思うんだけど。すみません、いや食われたいと思うが、仲間の家っていうのは仲間さんって人がやってるから仲間の家なんですよね。私はてっきりあのたくさん飼ってある動物たちがなのことを仲間っていうのかと思ったら、コリーとかアヒルとか羊とかなんかいろいろ動物飼ってるんですよ、あそこ仲間の家さんってとこは。です、ニオン優春街道って書いてあった。いや、これ一般枠でまた30分だったら別枠取ります。電池がいつまで持つかですね。まず GoPro のメディアがそろそろ